こ行ってみようかな。ホルモンと、どうしようかな、中華そば、はい、そうです、はい、で、あと、焼酎、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。来ました。よし、いただきます。あ、ありがとうございます。よし、よし、はい、というわけでごちそうさまでした。もう本当に戦後か、戦後のね雰囲気がもうそのまま残るような、お店でございました。お店のねおかみさんももう一人で切り盛りしてるというか、もう昭和のお母さんというか、ね感じの人でございました。でまあ今日はね普通に撮影したわけですけども、本当に美味しい中華そば、もうシンプルにね、もう特になんか無駄なね
調味料とか入れた感じじゃなくて、あのもう純粋な昔ながらの、 あの中華そばかなと思います。あのぜひあの興味ある方行ってみてください。まあ、おすすめのね一つかなと思います。ありがとうございました。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。